赤坂面は、鶴紫科の鶴聖多年草である。南アメリカ原産の野菜で、観賞用にも栽培される。多肉質の葉とムカゴを持ち、非常に重い鶴となる。そのため、他の樹木や草に絡まって、枝を折って倒すことがある。一般的には、ワカメの名で知られるが、他に、雲南百薬、琉球百薬とも呼ばれる。繁盛力の鶴聖で多肉質の会計ができる。 葉は明るい緑色のハート型で、肉質で光沢があり4から13センチメートルの長さ。イボ状の海景とムカゴが特徴的である。花には方向があり、クリーム色で棒状最大30センチメートルの長さとなる。ムカゴは簡単に外れて増殖をする。赤ザカズラのフェンスオーストラリアのブリスベンにて、 速度制限標識に重なる赤坂面野菜としての知名度は、決して高いとは言えず、市場に出回ることは少ないが、茹でると粘りが出て、わかめに似た食感となり、おひたしや味噌汁にの具に用いられることが多い。栄養価は、葉物野菜の中では高く、溶酸、マグネシウム、カルシウム、ビタミン A、ミネラルが豊富である。地下系から葉、茎まで全て食用になる。 生では非常に苦いので生殖には適さない。アンレデラコードフォリアステナスハット ABC 赤坂ズラ、熊本大学薬学部赤坂ズラは、熱帯や熱帯では常緑を保つが、冬季、気温が低いところでは地上部が枯れる。ありがとうございます。